はい、皆さんこんにちは、マサコーチです。ということで、ワンダーコア1万回チャレンジ佳境ですね、今日はクリスマスということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあとりあえず8000回台にやっと突入しました。本当にきついです、本当にきついです、本当にきついですけど、とにかく続けることで変わっていくのだと思います。まあ意識が変われば、まあ、肉体も変わっていき、肉体が変われば全てが変わるのかなというのをね、まあ時間をかけて実証していきたいと思います。半年後1年後に少しねこういった取り組みが結果になるということをね、皆様にお伝えできればと思っております。週末はですね、大阪に行きまして、僕の甥っ子のね、もっちゃん、小学校6年生なんですけど、吉本のピンポンキングっていうお笑いコンビで活動しています。YouTube とかにもね動画出てると思うので、もしよかったらチェックしてみてください。吉本に所属していまして、で悪役そういったそのグループみたいなのがあって、悪役組合、劇、新喜劇とか、例えば何だろう、演技ですか、劇ですよね、劇やってるんですけど、お笑いというか、まあ、子役として、出演していました。でその舞台にね、朝日劇場、新世界の大阪のね、新世界の朝日劇場、悪役組合の実際あった話をモチーフにしたその劇があって、でそれの題名がアンナなんですけどね、まあ、アンナっていう歌がね、まあ山下達郎とか、まあいろいろ愛とかね、今ではいろいろこうクリスマスソングありますけども、まあ一番最初に、まあ、日本でね流行ったんじゃないかって言われてるような曲で、アンナっていう曲があるんですけど、クリスマスに起こった銀行強盗みたいなっていうのをこうやったんですけども、まあなんせその子役としてね下積みがあったわけじゃないんですけども、まあずっと卓球もやってて、まあお笑い芸人になって、まあ1年ぐらいかな、でこういったそのなんだろう、いろんな現場にね出させていただけるようになったのも、ここまあ半年経ってないと思いますけどもね、なんですごくこう演技してるように見えない演技というか、まあ普通に見てて感動しました。で周りの人たちももうずっとこう やってきたねプロなので、まあ、迫真の演技というか、そういったのがこうもうすごいんですよね。とにかく圧倒されるようなこう芝居なんですけども、そこにこう負けじを取らず、まあ、とにかく、こう志を持って、一生懸命、取り組むことによって、必ず何かしら皆さんにもこう才能っていうのがあって、一人はねそういった才能はね必ず開花します。で落ち込んだりとか、まあ、ネガティブになったりとか、まあ、こう生きていてね、いいことばかりで、まあ、波はありますけども、必ずどっかで帳尻があって素晴らしいね、悔いのない人生に、なるのではないかということも、今回ね大阪に行って、まあ、小学校6年生ですけども、僕もねすごくこう勇気というか元気をもらいました。ワンダーコアあともう数日で1万回絶対に達成させたいと思ってますので、皆さん応援よろしくお願いします。ということで、まさこちでした。バイバイ。その手はぬくもりを持ってて、痛いの痛いの飛んでけ、本当に痛みはどっかに消えていった、そのおまじない僕に教えて、撫でてくれるだけで感じた、カサカサで赤切れたその手が、形のない愛で包み込み、俺と家族を守ってくれてた、動かなく冷たくなったその手が、決心させてくれた次は俺の番、思い出してあの時の感触、ありがとうを教えてくれて、時の感触、殴り合って作った単行本、懐かしいな溜まった場所も、思い出す笑い赤過去を、悪かったあいつは親バカになって、可愛い額と戯れてる、やっぱ仲間は形じゃないぜ、なくなったあいつはまた夢に出る、今何を見て何を感じ、どう生きてるか教えてくれよ、俺は昔と相変わらず、なりふり構わず追ってるぜ夢を、今じゃ別々の人生、笑顔絶やさず生きてほしいぜ、思い出すあの時の感触、青春の日々を刻んでくれて、
た守ってくれたいつかのハンズ支えてくれた日々を共にした俺なりのハンズ教えてくれた守ってくれたいつかのハンズ支えてくれた日々を共にした俺たちのハンズ生きる意味を教えてくれた何があっても守ってくれた辛い時は支えてくれた俺と日々を共にしたハンズ生きる意味を教えてくれた何があっても守ってくれた辛い時は支えてくれた俺と日々を共にしてハンズ主義加工崇拝練習しなければこの先やばい遠望するため己に磨く美学にするんだと今近くラケット振りかざす対戦姿勢は先生どんどん振り抜くぜ勇気を持ってジャンプネイこのエルボーデイさあみんな勝つもくせよ英雄のエルボーだ閉塞したたきゅうに終わりの鐘が鳴る武器を彼は言った卓球はネクラでダサいスポーツだからやらない卓球に比べたら他のスポーツの方がモテるし未来がある彼は言った卓球じゃ照れれないやる意味ないスポーツナンバーワンならばこの俺が見せつけてやるぜ可能性開くまさこちワン時は来た彼こそ卓球の異端児あらゆる方向で壊すイメージ卓球の魅力より反射チキンカーにダークのリーパー卓球でなぜプレーがあるぜ人気を集め取り越し探れみんなラケット手に取ってそして卓球を広めパーフェクタクジン タクジン 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 タクジン
眩しい光の中、ブロー
後ろに